こんにちは、着物沼の地蔵です。今回は私の普段の着付けの様子を倍速なしでお届けします。だいたいいつも10分かかんないぐらいで着替えてるんですけど、こんな感じで下はインナーはですね、今これタンクトップ、ブラトップのタンクトップを着た状態から半襦袢を着てますが、普段はだいたい襟ぐりの広い T シャツ着てることが多いです。で、ですね、下は私は裾よけの方が好きです。なぜならトイレに行きやすいから。人によっては捨ててことかね、着る方も、太ももの汗が気になる方とかは結構捨ててこ派、ユニクロのエアリズムの方が多いのかなという気がします。で、圧倒的に普通の長襦袢より半襦袢の方が私は着やすいと思っていて、襟がね抜きやすいんですよね。で、今出てきた腰紐もいろいろおしゃれなやつとかもあるのですが、このところずっとこのゴムの腰紐を愛用しております。結び目がねゴロゴロしなくて、パチンとこれはプラスチックの金具で留めるだけなので非常に便利です。金具の引っ掛けるタイプもあるんですけど、使い込むと結構気づくとね、金具がなぜか外れてるっていう状態があるので、今はこのプラスチックのパチンとはめるタイプを愛用してます。で、胸元は後輪ベルト、今かけてますね、後輪ベルトを愛用中でございます。後輪ベルトの長さもその着物によって多分身厚口の空きの関係、高さが違ったりとかするので、着物によってその場でちょっと長さは微調整して、毎回同じというわけではないです。なんででしょうね、その日によってね調節しないとダメな時もあるんですよ。で、そのまんま後輪やったら伊達締めを締めてます。伊達締めも使わない時期もあったり、ずっとねなんか伊達締め苦手だったんですけど、最近はこちらの博多織の伊達締めを愛用しております。なんで博多がいいかっていうと、なんでしょうね、着心地、うまく抑え、なんでしょうね、薄いし抑えるのにちょうどいいというか、マジックテープをね初期の頃は愛用してたのですが、濡れるし、あとね一回締めるともう緩まないので、最近ちょっと苦手でマジックテープは全然使っておりません。あとなんか化繊のね生地の伊達締めは滑るから、はっきり言って嫌いですで今帯を巻きました。普段着は私はもうここしばらくずっと帯板しない派の人間でございますので、帯板は締めておりません。で、今これかなり短い330センチの半幅帯をやってて結んでるんですけど、今テロップ一瞬出たんですが、タレを上にして一結びましたところですね。で、矢の字みたいな感じをイメージして結ぶ予定なんですけど、ちょっとあれなどうすんだっけなっていつもやってるんですけど、なんかちょっと戸惑ってるのが今見て取れるかなと思います。あれなんだっけってちょっと思ってる私がいますね。で、今こうやって形を作ってから帯上げ帯締め この時はやってるんですけど、最初にタレ結んだ時にタレでこうなんでしょうね、お太鼓の山の部分を帯上げで固定しちゃってから作った方がやりやすいかもしれないですね。今なんか必死に手でなんか押さえてるんですけど、ここのバラを出したいと思って一生懸命なんか微調整この人今してるんですけど、そうじゃなくて最初から帯上げでまず固定していいところ出してから
手先とかをはめ込んでった方がやりやすいんじゃないかなって思いました。その時によってね、手順私もなんか変わるんですよね。そんなもんです。普段着なんて適当に着てればいいので。で、今テロップも出ましたが、本当に短い帯の方が軽いし結びやすいというのは、こういう矢の字だったり貝の口みたいな形を結ぶときは非常に短い方が私は便利だと思っていて、長い帯でやろうとするとよく長さを何でしょうね、胴のところに折り込んでから結びましょうとか結び方の本に書いてあったりするんですけど、その必要がないので非常に楽ちんです。で、手は結構ね短めに取っちゃって大丈夫かなと思います。普段の感覚で結構長めに手を取っちゃうと、この手の行き先に困ってしまうというか邪魔になっちゃうので、あんまり手もほんとごく短くして、一結びするのにギリギリ取れる程度にしておくのがおすすめです。はい、なんとなくなんかこう形になんとなくなればいいっていう感じで締めております。ただまあ帯揚げと帯締めをしっかりこの結び方だと留めておかないと、私もたまに型崩れして、あれなんか後ろデロデロって帯が伸びてるなとかね思うことがあるので、帯揚げと帯締めはしっかり結んだ方がこのやり方だったらいいかなと思います。矢の字のやり方もいろいろあるので、もうちょっと長い帯だと全部タレを引き抜かないでやるやり方とかもあるので、各自自分の帯の長さと照らし合わせて練習してみることをおすすめします。ぺったんこなのでお昼寝したりとか車の運転には非常にいい結び方です。こんな感じで出来上がります。